ブルーフィールドはアメリカ合衆国ウェストバージニア州、マーサー軍祭南部に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は1447人だった。隣接するバージニア州にも同名のブルーフィールドという町があり、宗教を挟んで隣り合っている。この両方のブルーフィールドを含むブルーフィールド、小都市圏の中で主要都市であり、 都市圏人口は10万7342人だった。ブルーフィールドの歴史は18世紀に二組の家族が、現在のウェストバージニア州南部の岩がちな遠隔地に入植した時に始まり、製粉所、教会、教室一室の学校のある小さな村を建設した。小児族インディアンの大部隊からの侵略に対して、村を守るために、ブルーストーン川の岸に砦を建設した。 そのダビドソン家とベイリー家は、1882年、ノーフォークウェスタン鉄道のジョン・フィールズ大員が、この地域を開拓し、ブルーフィールドの丘を抜ける新しい鉄道を建設し始めた時に、その土地を売らざるを得なかった。ブルーフィールドという地名は、夏の間に地域を紫がかった青色に染める、チコリーの花から名付けられたと考えられている。しかし、 1880年代にヒギンボザムズサミットとも呼ばれたこの開拓地はブルーストーン川の探田にちなんで名付けられた可能性があるという研究もある。ダビドソン家とベイリー家の土地の下には世界でも最大級で豊かな歴生炭の炭層があった。この柔らかく燃える石炭は発展する世界の工業機械に動力を与えることになった。最初の鉱脈は近くにある バージニア州、ポカホンタス町にあるジョーダン・ネルソンの裏庭で発見された。ノーホークウェスタン鉄道の社長、フレデリック・キンボールの言葉を借りれば、この大陸で、いやおそらくこの惑星全体で最も壮大な発見と言われた。この鉱脈は、トーマス・ジェファーソンのバージニアを描きにも研究されているが、1890年近くまで採掘されることはなかった。 この頃、ポカホンタス丹田と呼ばれた、ハーマン、ブルーフィールド、ウォー、ポカホンタス周辺の地域で石炭の採掘が始まった。その石炭はアメリカ合衆国の産業革命を推進し、両世界大戦ではアメリカやイギリス海軍の燃料となった。産地から石炭を取り出す大変な作業が地元や国内の経済で大きなブームを作り出し、 仕事を求めるヨーロッパからの移民が産地に入ってきた。1887年から1888年の1年間で鉄道を使う旅客の数は317%増加した。カリフォルニアゴールドラッシュの時代にサンフランシスコが経験した異常なまでの速度での成長に似てブルーフィールドは数よの間に出現した都市となり当時利用できたインフラが追いつかなかった。 この初期の時代にあっても都市スプロールと都心の後輩が共通する不満だった。ブルーフィールドは独自の宿命を支配した都市ではなかった。実際に都市の成長と衰退はノーフォークウェスタン鉄道にほぼ全的に依存しており、この鉄道はブルーフィールドの寿命と繁栄よりも高い優先度として国際市場の気まぐれをみなしていた。石炭の出荷量が多く、 石炭市場がブームだった時、ブルーフィールドは基本的に当時のリトルニューヨークと呼ばれた。ざわめく大都市としてナイトライフや個性は少しだけシカゴ、少しだけニューヨーク全体ではピッツバーグと言われた。ゴツゴツしており、その精神に埋め込まれた鉄鋼と石炭があった。石炭ブームは地域に金の洪水をもたらし、1888年に 法人化された近くのブラムウェルは国内のどこよりも人口一人当たりの100万長者が多かったので100万長者の町を自称していた当時国内のどの市よりも一人当たりの自動車の数が多く国内のどこよりも早くニューヨークよりも早くブルーフィールドの初期時代に夕方5時の渋滞を経験していたブルーフィールドは標高が高く 自然の斜面が炭鉱を分けていたので、頂上の都市とも呼ばれ、世界でも初めてはっきりとしたスカイラインができた都市の一つとなり、当時のニューヨークやシカゴに匹敵する高層建築があった。今日でもその高層建築の多くが残っているが、近代のアメリカ都市にあるスカイラインとはもはや似ていない。他の燃料が導入され、地球規模で使われるようになったために、今日のブルーフィールドは、 過去のブルーフィールドとは全く似ていない。1890年から1960年のブーム時と比べればはるかに静かである。かつては大きな邸宅や事務所ビルだったものの名残が町の北側、鉄道線路の近くに今も残っている。1889年、ブルーフィールド市が公式に法人化された。当時の市政府は常に腐敗し、非効率であり、 ほとんど毎日市役所のフロアで酔っ払いの喧嘩が起きていた。民族的に特に多様な町であり、1895年にはブルーフィールド有職人種大学が設立された。これは主に黒人学生を対象にした国内初の大学だった。現在はブルーフィールド州立カレッジとなっており、1968年11月21日の 爆破事件の現場となった。1920年代、ブルーフィールドの歴史の中でも、最も印象的な構造建築が建設された。12階建ての豪勢なウェストバージニアホテルであり、現在は、ウェストバージニアマナーと退職者ホームとなっている。1924年、近くのバージニア州、グラハムの町が、バージニア州ブルーフィールドと改名し、 南北戦争以来不和だった二つの街を統合しようとした。ノーベル賞を受賞した経済学者、研究学者のジョン・フォーブス・ナッシュが1928年にブルーフィールドで生まれた。しかし、世界恐慌が市の景気を壊した。政府はほとんど破産状態となり、一連の大化が中心街を破壊し去り、市が熱狂的に建設してきた高層建築物を破壊し尽くし、 市は、ほとんどが荒廃した。石炭が、再び利用されるようになるのは、第二次世界大戦を待つ必要があった。ブルーフィールドは重要な都市だったので、アドルフ・ヒトラーまでが、アメリカ合衆国での空襲の標的に挙げていた。当時市内では、対空襲訓練が頻繁に行われた。週刊高速道路体系が1974年12月20日に、 イーストリバー山を通ることとなり、自動車は山の頂上を越さなくても市内を通過できるようになった。鉄道依存の交通ではなくなり、市の人口が減少をはじめ1980年代にはアムトラックの駅もなくなった。地域の主要なショッピングモールであるマーサーモールが1980年に開業した。西テキサスのブルーグラスミュージシャン。 メイフィールド兄弟の一人であるトマス・エド・メイフィールドが1958年、ブルーフィールドの病院で白血病のために死んだ。ビル・モンローやブルーグラス・ボーイズと共にツアーを行っていた最中であり、32歳だった。ブルーフィールドは北緯37度15分44秒、整形81度13分7秒。 北緯37.26222度成形81.21861度3 7 2 6 2 2ス8 1 2 1 8 6 1に位置している。アパラチア山脈の中にあり、バージニア州ブルーフィールドに隣接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は8.86平方マイルであり、すべて陸地である。ブルーフィールドは、 温暖湿潤気候にある山岳都市である。海洋性気候や湿潤大陸性気候と隣り合わせている。そこそこ寒い雪の降る冬と快適な暖かさから暑い夏が特徴である。過去最高気温は、下肢97度過去最高気温は低、下肢21度だった。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブルーフィールドはその快適な気候を誇っている。1938年から商工会議所は気温が下市90度を超えた時に無料のレモネードを振る舞っている。市のモットーは自然の空調が効くとし夏が冬を過ごすところであるホラーパンクのバンドブリッツキットは1997年冬に、 ブルーフィールドで活動を始めた。ジャズミュージシャンのルイ・ジョーダンの歌、ソルト・ポーク、ウェスト・バージニアは、ジョーダンがブルーフィールドの監獄に入れられている時に思いついた。新聞の発行者ジョン・エス・ナイトは、ブルーフィールドで生まれた。シンガーソングライターのハンク・ウィリアムズが、最後に生きてみられたのは、オハイオ州のショーに向かう、途中のブルーフィールドだったかどうかについて議論が、残っている。 彼は、ウェストバージニア州、オークヒルで死んでいるのが見つかった。ブルーフィールドは、スタイリスティックスの1973年の歌、ロッキン、ロールベビーで、リル・ジョーの生誕地と歌われている。著名な数学者、ジョン・ナッシュは1928年6月13日に、ブルーフィールドで生まれた。その生涯は、シルビア・ナザーの電気美しい心や、 ラッセル・クローが主演した2001年の映画、ビューティフル・マインドの題材となった。ブルーフィールドは野球のマイナーリーグであるルーキーのアパラチアンリーグに属するブルーフィールド・オリオールズが2010年まで本拠地にしていた。オリオールズは1958年からブルーフィールドを本拠地にしており、これは一つのチームが本拠地を変えなかった最長記録だった。 2011年のシーズンではトロントブルージェイズが肩代わりしてチーム名はブルーフィールドブルージェイズとなった。本拠地球上は望遠フィールドであり数回の回収を経て野球場になった。ブルーフィールド高校は競技に参加した全スポーツで22回収のチャンピオンになっており、これは州内のどの高校よりも多い。フットボールでは中選試験に10回優勝して、 第3位である。現在は、平行になったセレドケノバ高校の12階と、全国レベルにあるパーカーズバーグ高校の11階を追っている。ブルーフィールドは、大体が、フットボールの街であり、そのブルーフィールドビーバーズと、姉妹都市である、バージニア州ブルーフィールドのグラハムジーメントの、ミッチェルスタジアムである対抗試合には大観衆を、呼んでいる。2005年には、 アライアンスフットボールリーグのチームであるブルーフィールドバロンズが出場した。ブルーフィールドにはイーストリバーサッカー複合施設があり、サッカー場5面があって地元高校や大学の試合を行っている。US セルプレミアデベロップメントリーグに属するサザンウェストバージニアキングスウォリアーズがここでホームゲームを開催している。ありがとうございます。